アルティメット・ウォリアーはアメリカ合衆国のプロレスラー。インディアナ州、クロー・フォーズ・ビル出身。1980年代後半から1990年代前半における WWF の看板スターの一人。その屈強な肉体から日本では超合金選手の異名を持った。パワーチーム USA なるボディビルのチームに所属後、1985年にプロレス転校。 同年11月、チームメイトだったスティーブ・ボーデンと組み、テネシー州メンフィスのクアにて、フリーダムファイターズなるタッグチームとしてデビュー。ボーデンは、フラッシュ、ヘルウィックはジャスティスを名乗り、ジェリー・ローラーオースチン・アイドルが保持していたアワ・ナンブタッグ王座にも挑戦した。1986年3月、ビル・ワットが主催していた UWF にて、チーム名を ブレードランナーズへと変更。それぞれのリングネームもボーデンは、スティング、自身は、ロックと改名して、ロードウォリアーズのコピー版、タッグチームとして活動。エディ・ギルバートをマネージャーに、テッド・デビアススティーブ・ウィリアムスやファビュラス・フリーバーズなどのチームと対戦した。チーム解散後の1986年6月、フリッツ・フォン・エリックが主催していたテキサス州ダラスのワクアにて、 フェイスペイントを施したディンゴウォリアーに変身。当初はヒールのポジションでバズ・ソイヤーマット・ボーンのマネージャーだったゲイリー・ハートのボディーガードとして登場。アブドー・ラザ・ブッチャーのパートナーにも起用されブルーザー・ブロディとも対戦した。同年10月よりベビーフェイスに転向してフォン・エリック・ファミリーと共闘。11月17日にはランス・フォン・エリックと組んでボーン ジョージ・ウェルズからワクア世界タッグ王座をダッシュ。1987年2月2日にはボブ・ブラッドリーを破り、ワクア、テキサスヘビー級王座を獲得した。WWF 時代1987年6月、WWF と契約。10月7日収録の WWF スーパースターズにて、リングネームをアルティメット・ウォリアーと改名し、テリー・ギップスに勝利。以降、 t b テーピング番組の前座試合で、ホセストラーダや、マイク・シャープなどベテランのジョバーと対戦して、経験を積む。1988年8月29日、サマースラム1988にてホンキートン・クマンを30秒で、下して、インターコンチネンタルヘビー級王座を獲得。1989年4月2日、レッスルマニア V にて、リック・ルードに王座を奪われるが、 8月29日のサマースラム1989で奪還に成功。同年はアンドレザジャイアントとも構想を繰り広げた。1990年4月1日、レッスルマニア6でのハルク・ホーガンとの WWF 世界王座インターコンチネンタル王座のダブルタイトルマッチを制して2冠王者となる。同月13日、東京ドームにて開催された 日米レスリングサミットへの参戦で、初来日を果たし、WWF 世界王者として、テッドデビアスとの防衛戦を行った。8月27日のサマースラム1990では、ルードとのスティールケージマッチに勝利。WWF に移籍してきた、リージョン・オブ・ドゥームやワクア時代の、名誉的サストルネードとも共闘し、 11月22日のサバイバーシリーズ1992はザ・ウォリアーズなるカルテットで出場。ミスター・パーフェクトデモリッションとのエリミネーションマッチで一人生き残り、全試合のサバイバーによるグランドフィナーレマッチでもホーガンと共に勝ち残った。1991年1月19日、ロイヤル・ランブル1991においてランディ・サベージの乱入により、 サージェントスローターに敗れて王座から陥落するが、以降も WWF の主力として活躍し、3月24日のレッスルマニアセブンでは、サベージとの敗者引退マッチに勝利。3月30日には、SWS の東京ドーム大会への参戦で、再来日が実現した。その後は、ジアンダーテイカーと構想を展開するが、8月に契約の条件面で折り合わず、 WWF から解雇される。1992年4月、WWF に復帰。パッパ・シャンゴやカマラといった、怪奇系レスラーとの交渉、WCW より移籍してきたリック・フレアーとの対戦、サベージとのアルティメット・マニアックスなるチームを、結成してのデビアス &IRS の、マネー・インコーポレーテッドが保持する WWF、世界タッグ王座挑戦などで活躍するも、 WWF を襲ったステロイド疑惑の影響で11月に再び解雇となる。1993年、WWF 出身のレスラーが集う WWS に参戦し、ハーキリーズと連戦。1995年には、NWC にてホンキートンクマンと対戦した。1996年3月31日、レッスルマニア12にて WWF への 電撃復帰を果たして、ハンター・ハースとヘルムスリーを一周。復帰後は、ゴールダスト、オーエンハート、ベーダーとの構想が組まれるが、オーナーのビンス・マクマホンと対立して6月25日の、ベーダー戦を最後に対談した。1998年、WCW と契約を交わし、ザ・ウォリアーのリングネームで入団。8月17日のナイトロにてリングを占拠する、N、ムーと、 ハルク・ホーガンのマイクパフォーマンス中に登場して、リングへ入り、ホーガン率いるウォーを壊滅することを宣言して去った。9月13日、WCW デビューマッチとなる、ホールブロール1998にて、チーム WCW の一員として、ダイヤモンドダラスページロディ・バイパーと組み、ウォーハリウッド及びウォーウルフバックとのウォーゲームに勝利した。9月14日、 ウォ王メンバーのディサイプル対ジムナイドハートの試合において、ナイドハートの入場後に、リング内へスモークと共に登場し、ディサイプルの髪を掴んだ姿を表す。リングを取り囲む呂王をよそに、ホーガンと直接対決する胸を伝え挑発すると、再びスモークがたかれ、姿を消した。10月12日のナイトロでは、旧友スティングとタッグを組み、ホーガン ブレッドハートと対戦するも反則により D 級勝利。10月25日、ハロウィンハボック1998にてホーガンと直接対決を行うも、介入したエリック・ビショフがレフェリーの気をそらすうちにホーガンの老いのホーレスホーガンに椅子で殴打され、そのままホールを取られて敗退した。1999年に WCW を離脱。一時期は、 公の場に全く姿を見せなかったため、ステロイド剤の過剰摂取の後遺症で足を切断した、などの噂や廃人説、果ては死亡説まで流れたこともあった。その後は、政治団体に所属して、保守的なスポークスマンのダニエル・ピンヘイロと組左翼を、求断する講演活動を行った。一例として、LGBTQ は世界を動かすことができないと発言して、批判を受け、 後日、誰もが、ホモセクシャルであった場合、人類は、滅ぶと言いたかったなどと釈明している。WWE のステイロイド剤の使用にも、苦言を呈していた。2005年には WWE から、トリビュート DVD が発売されたが、本人の登場は、過去の映像のみで、新規のインタビュー出演などは、一切なく、内容も、彼の人格を非難するようなコメントが多く、含まれており、 WWE との関係は冷え切っていると見られていた。2014年4月5日、WWE 電動でのスピーチ2008年、イタリアのプロレス団体ウェイのスペインでの、興行において10年ぶりに、リングへ復帰。6月25日、オーランド・上段を破り、第5代ウェイ世界ヘビー級チャンピオンとなるが、すぐにタイトルを返上した。試合のスタイル、コスチューム、 フェイスペインティングパフォーマンスは前世時と変わらず WWF、WCW 時代と比較して肉体もほとんど衰えていなかった。WWE との関係も修復され2013年に 2K から発売される WWE を題材にしたゲーム WWE2K14 の宣伝トレーラーに WWF 在籍当時のフェイスペイントで出演。 2014年1月13日、WWE 電動入りが発表された。レッスルマニア XXX の前日である4月5日、ルイジアナ州のスムージーキングセンターにて、セレモニーが行われ、WWE 電動に迎えられた。レッスルマニア XXX 翌日の4月7日には、RAW へ登場し、電動入りしたことに触れるとともに、 アルティメットウォーリアーを作ったのはファンの皆だとファンへの感謝の気持ちを表した。今後の動向にも注目されていたが、RAW 翌日の4月8日、夕刻、ルイジアナ州のホテルの外で倒れているところを発見され、間もなく死亡が確認された。捜査当局の検視の結果、死亡原因は動脈硬化症に伴う心臓発作で妻と共に ホテルの周りを散歩中に心臓発作に襲われたという54歳没。前日の RAW で元気な姿を見せながらも妻と娘二人を残しての突然の死は関係者にも大きな衝撃を与え、ビンスマクマーホンら WWE の養殖及びスーパースターが各種メディアで潮意を表すとともにその功績を称えた。ウォリアーの試合は ワンパターンで以下のような流れがほとんどである。背中にボディプレスを行うのは従来のボディプレスをリックルードに膝を立てて返されたためである。ありがとうございます。